朝着きまして。いやー着きました。まあとりあえずもうお腹が空いたもんで、はい、とりあえず30分ぐらいかかるらしいから、ちょっと、はいはい、食べれる野草を探そう。いや野草、野草じゃないよ、探そう。これいっぱい野草、野草で食わんし。いや野草食うとかじゃなくて、あそこあの、これ山の芋やろ、これ山芋、どれ山の芋やろ。全然違いますよ。これ引っこ抜かないと分かんない。こんなん出てくるかもね。あ、ソフトクリームあるね。ああ。引っ張るね、ソフトクリームはな。ちょっとね、確かに。確かにな。ソフトへつりながらの山登りだよな。タピオカの、タピオカ？なんか、コーヒー豆。お前さん、フジモンのあれがあんねんか、あんま言うな、タピオカとか。それ誰も、もう連想してないって。あなたが言わんかったら。頼んであります、もう。ああ、そうです。これどうします？ホットドッグあんやん。お前さ、今これからそば粉を書いてるのホットドッグこう持てんのなあ。やめろや、やめろや、ほんでつまんで続くの。俺普段やったら結構エスプレッソ行くタイプなんですよ、カパって。聞いたことないよ、カッコつけんね。今日はちょっとカフェラテにしようかな。いや全然アイスで、アイスのカフェラテ1つ。どうする？あ、俺もカフェラテのアイス2つ。ホットコーヒー1つ。はい、ブレンド M サイズか L サイズか。 M で、はい。アイスコーヒー、アイスコーヒーを1つ。クリーム入ってないのかっこいいと思ってる。大工なんか座ります。全然かっこいいです。甘いのしか飲めないでしょ。俺普通これだ、アイスプレッソ。サンサイサンサケコーヒーにはお金書いてあるやん。実はこんなん食えたりするからね。師匠でもちょっといいですか。何、なんか本買ってもらえてあれなんですけど、うん、今 iPhone で野草を照らせば何々ってすぐ出てくるやつがあるっす。あ、それはちょっともともないかもないこと言われた。これは山でっけすごいな、緑がな、深いわ。うわ、すぐ話題変えた。お前の地位緑だったら察してんやん。福ちゃんさ、言わんほうがいいね。本で見る楽しさやもんね。思い出を買ったから。師匠、俺何やりたいかって、みんなで顔寄せ合ってな、こうやって見ながら、うん、やりたいねん俺は。師匠でもそれ iPhone でもできますよ。 iPhone でもみんな寄せ合って歯できますよ。見てこれ、これあ、こんな赤いんじゃんねってなあ、うん、俺このつぼ腹刺しちゃったってなんだから。赤い赤い潰れんのかな、トロトロのやつ。いただきます。うまいな。あ、うまっ。ええー、な、ええー、カフェラテや。うん、コーヒーだ。苦味とまろやかさが一気にちょっとかな、うん、結局でも買ったこれ絶対役だったから。ああ、そうですね、全部役だったので。なんか知らない。これだってうまい。あの昼間使わんと思って、夜使おう思ってやろ。はい、ちょっとしたドラムのほら、飲みそうだな。ああ、ウサギとか、そう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 。そっちは持てんの。でもね、常時ここにつけてた方がいいと思う。そうやな、これ。これでも似合いますね。似合いますつけて。ほんま、これいい。はい。それでいいと思う。冒険系この格好にしようかな。うん。ダイヤ系一年超ね。確かに。確かにガラシャツにね、サングラスにヒゲとハットやもんね。ああ、本当だ。ほんでこういうとこ食べ歩きしてるね。なぎらさんとこう料理してると思ってるよね。確かに。ギターも弾けるしね。なぎら師匠。デブイしじいさんやん。なぎらさんも。デブイじいさんやん。デブってことデブじゃん。めちゃめちゃギターうまい。
名前嫌や、なぎらってなんなん。どういう意味や、なぎらって。身内なぎらってなんなん。いるというのはもう。マジ払えた。入りましたね。1軒目でもうめっちゃくっちゃいですね。うん。おっさんやな、キッチングラーメンっていうことだ。下で食って上で食ってもらうんですよ。ほんで下で最後のランとか。そばめっちゃ食うよ。そばでも、そばなんかそばやろ。まあ、米さえ食わんかったらさ。まあそうですね、米抑えとるところだから。でもやっぱそばと親子丼セットで食べたいですね。だからミニにしよう、せめて。そうっすね。あんま食いすぎたあれやと。まあ、団子もうまいしね。うまい。団子食いてえわ。高尾さんは団子よ。いや、上で団子食わ。団子の中にあんとか入ってるやん、たまに、はい、何が入ってるか気持ちいい、これぐらいサイズの何かパクってくるときに何が入ってる、腰あんじゃないですか、やっぱ腰あん、腰の方がええねん、はずは腰あんじゃないよね、このサイズだったら腰あんじゃないよね、そうね、粒やったらちょっとね、ちょっとチーズみたいな、あー溶けてない感じでもええの、はいはい、外は僕、みたらしみたいなカレー、あー逆に上からね、いいね、しどりまんじゅうでみたらし、逆にしてるやつあるもん、皮が表で中にあんが入ってる、うまいっすよね、うん、ドロッと出てきた、ドロッと出てきたらうまいっすよね、俺はな、おばはんの乳首が切ってやってちょっと残念お前おばはんのな、ね、師匠もう師匠もカッソロ走る音がすげえ聞こえたゴーってジャンプジェットやった、はい、先こうなってるコントロール音速やん、まあでもこれ上寒そうやね、寒そう、いや、そうやな、そうやな、マジちょっと寒い、下が寒いもんね、うん、下でこれだ、上だいぶじゃん、だいぶ山だいぶ寒いからな、俺一応持ってきました、ジャンパン、あ、準備万端やな、あ、じゃあ持ってきて、それ持ってきて、貸して何やりきってる俺が切るかわ、こういうこういう怖い人かわ、同級生に貸してよ、遠足で貸してよ、今の平気ですぐ貸してって言えるな、いいよ、長袖着てって長袖ちゃうで、これ直ペイントやろ、体で直に咲いてんやろお前、これ柄長袖着てるはい、どうする？うわぁ、自然薯スパイル、うわぁ、天ぷらうまそうっすね、これだから、そば頼んで、天ぷらを単品で頼んで天ぷらそばにしちゃうってパターンもあるしな、自分で、うん、そんなのいいっすか、俺もう、大体、俺もう決めた、しなりそうっすか、俺、カツ丼そば付き、あ、これっすか、うん、腹ペコペコやもん、川魚か、自然薯そば抜く抜く、あんちゃんお子様そばなんで前が突っ込む、うまなったな、あざし天ぷらそばいや楽しみやな、で顔色悪ない、え疲れた大丈夫顔色悪くない、えこんな顔色やった、俺こんな顔色だ、俺耳めちゃめちゃ冷たなってるやん、やばいね、末端までちびってないで、マジっすか、うん、めっちゃ冷たい、耳触ってみな、あ、耳めっちゃ冷たい、やばいよお前、カブちゃん無理して飲まんない方がいいよ今日、うん、お前車で休んどっか、うん、いや、でもここまで来たらせっかくなんで、いやいや、あの、おらん方がええ時もあるからさ、いや、行かしてください、頑張ります、大丈夫です、いやいやね、おられたぶっちゃけたむっちゃ見りゃいいしね、いやおもろいよな、石面白い、石は石ね、ここでお前福島、はい、でっかいなんか綺麗な見かけ的な石探して、はい、見つけてお前母ちゃんの墓石にしちゃうからな、ありがとうございます、はい、いやありがとうございますじゃねそんな墓石ほどでかい石ないから、ちゃん綺麗な石探してあるから任しとけ、母ちゃん喜ぶな、うん、人でもめちゃめちゃ降りてきてんな、そうっすね、うん、逆に少ないじゃん、福島、カメラ1台持ってインタビューと聞いてくれるんで、高尾山はどうでしたかっていうやつ、いろんな声聞きたいからな、この格好ですか、うん、一人で
辛い。嫌ですよ、ね、俺ら山登ってる間に耐えれないっす俺、うん、あれ今日はあの足で登らないでこのあのバスを使うんですかとか聞きながらやるロープ、いやいやいや、カブちゃんやってよ。俺目光って一緒に行こうじゃん。だって捕まんねえよ。これ高尾何分どれぐらいかかってたっけ登んの？1時間半ぐらい。いや2時間ぐらいで。2時間か。2時間かかるか。頂上まで あれで登ってロープへ行ってたら。そこ1時間ですね。さ、結局使うのそのロープウェイは？いや俺は使わなくていいと思う。いや俺も使わなくていい。うん。いや使うのは確定だけど生き返り使うのかって話なんやねん。いや師匠今日僕は普通に使わないで登るつもりで来てますから。いや俺は使うつもりで言ったら生き返りとも両方だから小銭も作ってる小銭も用意してる。いやそれやったら登山って言わんすよ。それは普通散歩っすよ、うん、いや登山ってだそのどういう字書く登る山やろ。登る山機械使うでも登ったらええやんけ。なんか徒歩山やったら分かるで。あそういうこと、うん、徒歩山頂登り山とかやったらあ分かるけど。でもなんか登山部って言って他の人にバカにされる気がするんですよ。いやお前その格好見てみバカにされとるのあんたな最初から最初からよどうするじゃあ行きしなとりあえず頑張ってみる。そうっすね。オッケーじゃあほらいいよほんまにいいなお前。はいブーブー言うな後で。はい。いっちゃん険しい滝見るコースの方行くけど。滝見るコース。滝見るコース。うん、あのだからいつもこっち側バーで斜めに登ってんやん。じゃなくてこっち側にあのハードコースあるからそっちでいいな。はい。オッケー。ちょっと行こうそこも。いや。ちょっとロープに乗ったらいいと思う。いやそっちじゃん。いやもうあの福ちゃん暗なると思う。あと寒なると思う。いや、上着貸し上なれよ。俺もう半袖しか持ってきてないから。サタちゃんってなんかちょっと計算高くないですか、うん、そういう上山頂寒いよなとかずっと言ってたし、うん、いや、上着持ってきてるやん。じゃあ、その初日や今日、うん、1の1、さあ頑張ろう、はい、みんなで衣装合わせようか、ちょっとなかったな、でライトは変えたな、はい、ナイフ買って、コップ買ってっていう初日一番楽しい、うん、それを割れてどうすんの仲間割れして。そうですね。意味わからんなあ。ロープ使おう。ロープ使わないで生活使おう。使おう。はい、すいません。来ました。結構あのありがとうございます。車の中でのしりとりめっちゃ楽しかったから。はい、車の中のしりとり。あ、面白かったですね。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。なんか40超えてるやみんな。はい、超えてます、ね。で。あんなキャッキャ言うことなくない？ないですね。しかも三文字シートに。なあ。いや、一応たまにエロいの入れたりして。はい、やめてよ、お前。でもそれもええ思い出です、はい。今日はありがとうございました。今から。今から。いただきます。いただきます。うわー。ちょっとカツ。パカ。うわー。めっちゃうまそう。福島ありがとう。うわやって。うわー。カツ丼の草原や。完璧やなお前。さすがやわ。完璧やなお前。いいな。いややっぱいいな。いやさすが福島。これすごい。いただきます。いや言ってましたよ。うまっ。うん。うん。おいしい。これ実は、うん、まああんま種やかしてないけど、うん、わざとこれぐらい時間をずらしてない。ほんまはあの石行ったやんか、はい、あほんまもう20分ぐらいで終わらす予定やってんけど、店にも言うててんけど、こうやって飯うまいとこ取りたかったからお前ら。ああそういうこと。見事に俺の10中ハマってくれてありがとう。いやいやそういう計画があったんすね、うん、師匠すごいっすねやっぱこんな顔できないもんね、うん、そうやろ、うん、見るとみんな喜んでるわ顔、うん、店のためにもいいっすもんね。そうほんまろ、うん、これで梅で天狗ラーメン食ってな。食うてばっかり入りますか師匠。帰るこれカツ丼結構大盛りっすね。福島でも充実やったらあんま食わんようしてんじゃん。うん食べてんじゃんか試合前だけですよ。めっちゃ減量すんの、うん、4キロぐらいかな。あ今はちょっと増えすぎてるけど大体4キロぐらい。試合の時何キロやってんの。
73とかですね。いやマジで76キロ級なんですけど、それがでも一番動けるベストの体重、一応同意込みなんで、はい、あ、同意込みで76なんや。そうそうそう、薄い同意にしたらいいじゃん。それも決まりがあるんですよ、この道具じゃいけないと。あ、ほんデニムじゃ簡単じゃん。ダメですね、デニムの道具だとすぐ味出るよな、うん、すぐすれまくるでしょうね、うん、めちゃめちゃヴィンテージ入るんです。弱いやつの擦れ方とか出てきてるんですけどね。黙ってくれすいませんちょっと俺コーヒー振ろうとでしょ。お前らはプレミアって何なんですか、ね、ここはなんかスカスカのやつやん、うまい、うん、これめちゃくちゃうまいよ。マジクレミアマジでやばいよ。決めた。あ、うわ、モンスターフロートある。何それ何それ怖怖い。俺クレミア、俺もクレミア、うん、俺クレミア、俺もクレミア、あれ俺もクレミア、全員クレミア、4つクレミア。いただきます。バイ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 。うまっ、うまっ、うまっ、濃厚。何これ、あ、うまっ、ちょっとチーズ入ってんかな、うん、なんかね、濃厚きね、うまっ、めちゃめちゃいいな、うん、あと硬さやな、グッとくる感じな、甘みがパッと、その甘みもちょっとさっぱりしてて、うん、そう、いやこれはやっぱうまいわ。口に入った時にチーズ入ってるかもしれない、それはやっぱどこでもこれ通用するよな、どこのサービスエリアに置いてもやっぱ食うもんな、これな、うん、こっちじゃないですか。じゃあタバコ、ああマジで帰ってんのやこいつと思ってよし、さあ登りましょうか。うい、ね、もう腹もね、もう腹もいっぱいになったし、この食ったもの消化しないと、まずは。確かに確かに確かに、ちょっとなんかでもあれやな、風きつなってんな、すげえ。いや、きつくない、風全然きつくない、ほんまこれ、強い風ね、いい感じの。ハウエバース柔らかな風が吹くこの場所で、柔らかな風ってこういう意味なんだなって。ここにもありましたね、登山グッズ。あ、ほんまや、ほんまや。言葉では伝えることがどうしてもできなかったよ、覚えてますね。愛しいさの、いや、この後雨や。え、ほんま、本当に、うん、これ今日、今八王子、今日カッパ買ってきますか。いや、カッパはさすがにこの後雨な、うん、それでみんな降りてきてるなあ。まあでもまだ太陽は出てますからね。いや、でもだいぶ危ういで。まあでも、急げば、急いで登っちゃえば大丈夫ですよ。行きましょう。これちょ1個提案やねんけど、はい、ロープウェイどう、マジでどう、ケーブルカーか、はい、じゃないと下手したら雨降ら打たれながら帰ることになるかも。でもそれも登山じゃないですか、うん、あともう1個、あともう1個あるのかね、うん、もう今日もうこれで終わるといういや、何しに来たんだ。何でこれ、それだけはやめましょう。いや、まず何しに来たんだ、うん、いや、マジで神保町買い物行って車の中でしりとりしただけよそれしかないよ。そう、これ何見せられてんのって、これ YouTube でしょこれ、うん、これ何見せられてんのってなるよ。なる。ちょっとマジバラそう。いや、バラす。いやいや、これはほんま、いや、マジマジ1回バレて、2日目の。そうそう、だからこれ、だから今からまあ雨やばいから、マジで。もし師匠、きつかったら僕荷物全部持ちますよ。ほな、あ、ほなったら、とりあえずあの、お前、そのカメラ1個持って、ほんで、1人で行ってくれる。ほんで、おいら、待ってるからすまん、カメラ、これほな、これ渡しとってくれ。福島渡して、これ福ちゃん、やっちゃおうぜ、もうこれもこれ買ったし、これ福島に渡せ、早よ。福島行ってくれんやんな、お前一人でな行きましょうよ、もうほら、ほら、ロープウェイで、ほら、うん、せめてロープウェイで一緒に登りましょう、地域だけは。おっしゃ、これも買ったし、師匠、行きましょうって、本当に何やねん、なん何やねん、マジでこれ行かないと本当にダメですよ。なんでやねん。行きましょう。次ちょっと、次もうちょっと天気がいい日にやろう。いや、もうで、もう一回石井スポーツ行ってここで帰るなんかありえない
なんでやねん。俺高尾山来てここで帰る人ここで帰るんですか。じゃあしゃあない。だってもうやばいもんだって。雨もんで帰るんじゃないよ。帰ろう。いや、せめてロープウェイでもいいから登りましょうよ。その聞いたことない。ロープウェイで行ってほんでまたロープウェイで帰ってくるって意味ないやん。いや、せめてだって景色見れるもん。いい意味ないじゃんやん。ちょっとじゃあちょっとあそこぐらいまで。いやいや、これもう半分ぐらいまで行きましょうよ。これ行ったらもう行ってまうから、これマジやばいって。ほんまに行ったら行ってまうってなんすか。もうあと、もうそもそも俺がもう登山リーダーやから、今日はこれあかん、危険、帰ろう。やばい、この人マジで多数決で行こうよ。そうだよ、これやばいよマジで。多数決やろう、これは。今日もうやばい、マジ帰ろう、ほんまに。いやマジで、ね、これもマジであかんって、ほんまにあかんって、マジで、マジで言うてんねん俺。お天気係みたいの決めなかったでしたっけ。お天気係決めて俺やん、だからリーダーやから。リーダーはリーダーですから、うん、こんなだって早いことないで。みんなゾロゾロで聞いて、これ上にゾンビおんちゃうか。早い時間が逆にゾンビ見てる。お前来たら来ないで、もうすっきり色やからもうすぐ来んねん。いやでもお前そこやで、お前そんなもん。お前とりあえず、お前とりあえずほんだったら、これ取ってき、これそれで天井行き、せーの天井行きよ、せーの、ご苦労さん。いや、お前何、いや危険やねん今日。なんかあの虫の知らせで今日やばいなってなってたよ俺。だから今日も一旦引き上げよう。で次やったろ。逆に登りたくなってきましたよ。逆にそうやろ、その気持ち大事やねん。ちょっとみんなで我慢させられるっていう。今日なんかちょっとしんどいな思ってたやろ。全然大事。だからこれで次よっしゃいけるってなるから。飯食ってもマジでそばになったんですよ。こんなんライト食ってね、何やったらね、ちょっとセーブしてたよね。飯も天狗ラーメン食うやろ言うて、団子買うてください、せめて団子。あ、もう団子買うのか。せめて団子買うてよ。金かかるやつらやで、ほんま。あれ団子どっちやったっけ、向こうやったっけ。マジ買えるんすか団子あります。マジ買えるよ団子。こっち違うよ。よいしょ、騙された。マジで1ミリも最初から1ミリも引けなかったでしょ。マジで靴履き替えたのに。あ、しかましてあーおもろ。そば団子、あ、みたらしあるやん。あ、みたらしあります。はい、みたらしあります。たけしさんも来てるわ。あ、並んでるわ。あ、並んでんねや。あ、そば団子みたらしあるよ。お、安倍さん来てる。うまいって言ってる。うまや。お、しいたけだ。順次高田さん来てる。順次から言うなよ。高野トシと鉄腕のトモ来てる。ほんまや、トモ&鉄来てるやん。トモ&鉄って言わないですよ。鉄腕のトモなんですよ。トシ&高と。あんま逆から読むやついないですよ。たけしさん食ってうまい言ってからな。たけしさんうまいと本物やで、うん、そうですね。お笑いのトップが言ってますからね。そうやで、ビッグスリーどころやないで、ほんま。じゃあ食おうか。たけしさんって、いただきます。そば団子ってあって、そばもこう練り込まれたような。いいね。ね。え？え？うん。そばの香りして。まゆ。え？うまい。うまいな。もちもちやな、マジで。もちもちです。なんか今までみたらしで一番もちもちかも。あ、本当だ。そば団子ってこと、全部そば粉ってこと。レンジで20秒で温めてもしゃべる。あったかいもんね、うん、福島の嫁はんのケツみたいやな。ありがとうございます。ひどい相手。何使いこの顔。うまっ。やっぱり団子ってみたらしよな。そうですね、うん、サービスエリアだからうまいもんな、うん、帰りもサービスエリアよってまた団子食おうぜ。な、あと五平餅とかよ。あ、石川パーキーね。石川か、うん、まあ、さっきのソフトクリームも売ってんじゃない。あ、石川パーキー売ってるよ。ねえ、あとカツ丼もあるし。カツ丼もいいかな。カツ丼もいいっす。めちゃめちゃとろろそばってどうする。あと同じ支店ができてて。同じの小太郎かな、そうなったら。俺一番うまく撮れますよ。師匠、昔写真どっちがうまく撮れるか選手権やってましたね。やったな、沖縄な。俺なしやったもんな。やろ。
こう対角線上でいいんじゃないですか。そうやな、対角線上で手をつないだら何、はい、かの形になるんじゃない。師匠、手洗いました。洗ってない。だから何。洗ってないけど、だから何。トイレ行かれてたんで。はいはい。これどう、親野ちゃん、何かになってる。なんか、でも四角に近い感じですけど。四角。もっと Y にした方がいいってことですか。足はまっすぐ、まっすぐしよう。ほなまっすぐ、はいはい。取れた、ありがとう、はい、気持ちいいな。でもめちゃめちゃ気持ちいい。最高最高。結構疲れてない。疲れてる。結構疲れてない。結構疲れました。せやろ。これで山登ったこと想像してみ、えぐない。そういうことやね。結局そういうことやね。もう分かってんねん、もう付き合い長いからお前らのこと。違う、なんかもう帰りも歩けてなかったかな。せやで、歩けてないで。違う疲れなんですよ、師匠が。ほんでもうそういう救急のとこに電話してもう歩けないんで、男4人ですけど言って怒られて。歩いて帰られ言われて。違う、救急には電話せんけど。あれなんで5と9だけでかいか分かる。え、分かるっすか。分かる、これ意味ある。なんすか。でも正解ちょっと分かっちゃいました。言ってみな。あそこの599ってことで5と9を大きくしたっていう風に僕は解釈しました。正解です。正解。ご苦労さんです。ほな6と3もデカするやん。帰れお前は。帰れ帰れ。細めこら、目細。帰れ帰れ。いつでも無限体力、目細の太郎。もうやっぱ登りましょう、師匠。今日はもう登りましょう。登る。ほなちょっとあれ携帯貸しちゃって。一人登らせだけ。ご苦労さん。お疲れ様でした。ご苦労さん。ありがとうございました。Hold on.